はい、どうもこんにちは、ボボてっぺです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。さあ、今回なんですけども、前回40アップが釣れた水路に来ております。さあ、朝一ね、本流2カ所回って不発でした。ということで、やっぱり水系だよねということで、戻ってきましたけども、うまく釣れんのかっていうね。とりあえずね、前回良かった、ネコリグで、やっていくわけなんですけども、雨ですよ。なんで雨降っとんねんと。曇り予報なんですけどね、ちょっと今日ずっとこんな感じかもしんないです。まあね、人が少なくなっていいんですけど、なんやかんやね。とりあえずまあここら辺一帯ですね。なぜならここら辺一帯が一番変化があるなといった感じで、ネコリグでひたすらズルズルでございます。ズル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 ズリ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 、まあ、なんかオダンみたいなのも沈んでたりするんですよね。なんか今もなんか引っかかってますけど、枝ライン枝っすね。こういうのはね、なんだこのクルクル、このクルクルなんですかね。こういうのが引っかかってくるわけです。こういうのプラス何かに引っかかってくる。で、ドライブクローラー拾いました。1ポイントにつき1つのゴミ拾いということで、今回ワームを拾っていくんですけども、ゴミだらけです。はい。ね、釣りゴミだけじゃなくて家庭ゴミもね、僕拾ってますけど、結構ね、多いんですよ、なんか。本当もう、ゴミだらけです。霞ヶ浦水系、ゴミだらけでございます。ちょっとねローライトなんで、一応巻物もねやろうかと思うんですけど、その前にちょっとなんか巻きでね食う感じがしないんだよね。で、風と雨でもしかしたらこうベイトが下に沈んでるかもしれないです。朝一の本流でもねさほどそんなにこう、感じなかったんで、あとはねなんかシャットとかでも意外と薪とかでも釣れてるみたいなんで、それでやってみようかなと思うんですけど、手前がね玉ねぎが入ってて、その玉ねぎが非常に怖いんですね。今バンバイトあったかも。で、乗らないバイクはねプンっていう。やっぱりねその水門周辺に変化が集中してますよね。釣れっかな。さあ、いよいよね本命ゾーンに突入しようとしてるんですけど、前回はね沖の、小田で釣れたんですよ。そこにね小田があるんですけど、小田っていうかまあ沈み物ですよね。小田っぽい沈み物、そこでガーン来たんで、本来ならこういう足元のねブッシュギアとかで釣れそうなんですけど、意外と釣れないねみたいな、そんな感じでございます。前回釣れた時はねちょっと鳥がダイブしてたんですよね。鳥ダイブしてたか。その鳥さんがですね今回いないということで、もしかしたらね芋の方がいいかもしれないんだよね。芋とかそういうあえて動かない系のルアーの方が。あらかたねこうやってみてダメだったら芋かなっていう感じであります。せねえぞこれ。かなりやばいですね。クランク入れますか。あ、もしかしたら、クランクの方が釣れるかもよってことで、クランクでまあやっていくわけですけども、ちょっとねさすがにダメかもしれないんで、
あれもやります、芋もやります。芋のキャロスね。ダメだな。芋キャロです。しかも超ズボラなやつなんですけど、まあこんな感じでやっていきます。ちょっともうなんか芋じゃないと食わないかなっていう感じで、さらにちょっとまあね、釣りがスローになるわけですけど、そういった中でね、こう障害物でね、こうバスがついてるであろうものを見つけられないと釣れないんで、なので 3.5g のキャローです。でまあゲリーなんでね、高機銃なんで、まあ置いときはまあ勝手に食ってくれるでしょうという安易な考え、そして待てない俺結構降ってんだよね。困ったな。いやだけどこれを耐えしのげないとねいけないんですよね。耐えしのげる気がしねえ。まあズルズルズルって引っ張っちゃっても、もう何もないところはもうスルーな感じですね。対岸に集中してるね、その尾だとか、なんかそこかやっぱり。結構もう引っかかりまくるときはもうそこでステイですね。もうでもラインを結構たるましちゃって、うん、きついね、きついぞこりゃ。単なる芋の方がいいのかな。そこの水門の入り口ら辺も結構ありますね。こぼれた石なのか、それとも尾田なのかちょっと分かんないですけど、そう、スローすぎて耐えられん。いや厳しいね、相当だなこれ。ベイト追いかけてた鳥とかもいないしね。相当だぞこりゃ。するんだね。はい、ありがとうございました。何度か1本釣れました。まあたまには釣れるんだぜということで、前回釣れたねネコリグでやってみて、ちょっとね違うかなということで、今度はねじゃあ真逆のクランクベイトやってみようということで、またちょっと違うかなということで芋クラブ、したら、釣れました。これからの季節ね、まあ芋結構強いと思います。はい、あのヒロ内藤さんっていうね、あの今 YouTube チャンネル上げてる方が、もうレジェンドのバスプロの方がいらっしゃるんですけどもね、やっぱり冬のバスはね、そういうね足とかついてない動かないワームがいいよっていうこともねおっしゃられてましたんで、やっぱりその通りなのかなと思いました。ではですね、本当最後までご視聴誠にありがとうございました。たまには釣れるんだぜということでね、見ていただけたらと思います。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。